あゆや。やった。え、言わないやんか。やばいですね。うわ、でっか。感じはおる。おるかな。はい。7月17松川漁協管轄の松川、高山松川ですね。あの富山に流れる松川の一番上に来ましたが、結構こんな感じで水はね、高水やけど、まあ結構いい感じなんじゃないかな。増水引き水って感じ。解禁が7月の1週目の土曜日だったんで、で水が出てどうだろう、やっと復活させるようになったぐらいなのかなって感じで、いい感じなんで釣れるとは思うんですが、なんせ今朝の6時13分なんで、まあ焦らずやってみます。焦らず。さあ、ここに下にね、ずっと背が続いてるこの肩からやります。この見えるところにもね、髪跡あるんで、アユはおると思います。ただおるかどうかやね。これが朝6時から追ってくれるのでしょうか。まあちょっとアユをいたわりながら無理せずやってみたいと思います。よっしゃ、1匹目、来た。これは起死回生や。おとりペロペロ。こんな悪くないよ、でも時間的に。なんだ、マスか。あゆや。やった。え、イワナやんか。イワナゲット。やったね。背が。上がりましたよ。ああ、僕がしゃべっとったらあかんかった。何匹、まだね、全然釣れてないんで。5匹ぐらいかな。よし、危ねえ、取り込み失敗しそうになった。でかくないこれ。なんか、ね、全然上がってこない。マスかなみたいな。え、大きい。お、寒天竜で上がってきた。よし、全然大きくない。あゆ、全然大きくないけど、なんかめっちゃ引くなこれ。この蜂なんとか、蜂をなんとかしてほしい。かかるのはいいけどさ、これやばい。虫がかり。よし、蜂に刺されたら強制終了だ。さあ、今10時半前。
まあまあ釣れましたよ。動画回したり回してなかったりで、いや僕にしてはまあまあ十何匹ですね多分。でもブリブリの結構いいやつばっかりなんで楽しいです。めっちゃ楽しい。ただね、なんか草刈りが始まってあの辺でなんかハチとかアブが飛んでき始めて、まあ時間帯なのかもしれんけどハチとかアブが出てきて、これが鬱陶しいなって感じですね。めっちゃ鬱陶しい。おるね、やっぱ綺麗なのが。重りつけて多分 2メーターぐらいの水深か。重りつけて泳がせ、もう虫嫌や、虫嫌や。綺麗。入れちゃいました。はい。いつも。今日だいぶ上げたんです。え？だいぶ上がりました。と十十ぐらいまだ。すごい。いや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 。まだ10ぐらいです。これからじゃないですかね。はい、これからじゃないです？あ、わからない。あれ、また見切れた。うい、うい、かかったよ。上がってこいよ。逃げるなよ。なんかキャッチが下手くそやな。手尻の問題かな今日。しゃ。なんとか。口がかり。黄色いこんないいやつ。いいですよ。さあどんどん来い。入れかれ。おい、かかった。やった、止めた。なんかかかりが悪いな。はい、よしよしよし。でかっ。でかいじゃん。全部口。口っていうことは、あ、金玉飛び出した。大丈夫大丈夫。
急に反応が減りました。んー、なんでやろうね。別におとりも弱くないし。お、消化はね、見えるとき気をつけてくださいね。僕羊毛フェルトでもね滑ります。赤が腐ってる。意外にかかりませんね。貸し切りやからかかるやろうと思ったけど、そう。反応。かかったかかった。やっぱおとりか。まあノーマルにしたらかかりました。関係あるかどうかわからんけどね。よし、ちゃんと手がかりで。あ、うわ、泳ぎがいいからかかるでしょう。なんか口ばっかやな。まあいいんだけどさ。結構待って待ってな感じやね。抜かれとる感じやね。綺麗やけどね。上がってこんな。やば、こっちはやば。うわ、最悪バウンドしちゃった。いいやつだ。いいやつやったのに。
でっかい。